こんにちは、桜千里です。今日はルーを使わないでスパイスを使った夏野菜カレーを作ってみました。油も少なくって小麦粉も使わないので、とてもヘルシーに仕上がってると思います。スパイスってちょっと難しいかなって思う方も多いと思うんですけど、意外と使ってみると簡単で体にもとってもいいので、ぜひ試してみてください。それでは蒸し上がれ。 See you next Tuesday!